ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回は最も危ないデカ、こちらをプレイしてみたいと思います。2016年1月、30日、なんと危ないデカシリーズの、映画が、公開されます。その名もさらば危ないデカということでね、舘ひろしさんと柴田恭兵さんの危ないデカシリーズ、ついに最終さらば危ないデカということで、記念にこのねファミコンで発売された最もプレイしていきたいと思います。これね、今デモ画面を見ていただいてますけど、2人同時プレイができるみたいなんですね。タカが、舘ひろしさん、ユージが柴田恭兵さんですね。私一人なんで、タカでやっていきたいと思います。しのぐの喋ってないでやってみましょう。1990年東映動画さんのソフトですね。スタート。タカかいってるんですね。あ、そっか、一人プレイでもユージ選べるんですね、柴田恭兵さん。あえてユージでいきますか。昨日の女はどうした。午前0時のチャイムと同時に別れたさ。かっこいいな。いい女だったじゃねえか。生活を変えろって言うんだ。とするもんさ、女は。変えられるか、今更。無理だろうな。こんな面白い仕事を辞められるか。いや、なんか危ない感じで言ってますけど、刑事なんですけどね。さあ、有事で行きましょう。射撃の、ただただ今撃ってるだけですよ。おっと、ジャンプ力ありますね。なんか突っ込んでくる敵出てきたぞ。無駄弾は撃たない。ライフ制なんですね。あの、結構ライフあるな。一撃撃たれるともう死にますけどね、人間。あ、いた。あ、体当たりがきついね。いろいろ危ないデカについて語りたいんですけどね、今それどころじゃないんですよね。ちょっと後で。真剣にこうクリア目指してやっていきたいと思います。一面クリア。このゲームね、おっと、なんだ、ボートが逃げていきましたね。ああ、宮坂が行っちまった。次は捕まえるさ。このゲームね、あ、いた、全9面みたいなんですけどね、目指せ全9面でいきましょう。あわよくば、あ、いた、あわよくばエンディング。お、ハートで体力回復か。やばいやばいやばい、なんだこのくっついてるやつは。邪魔だな。なんやこいつ、味方か。え、こいつ味方なの。しゃがんで避けれます、今んところ。あ、いた、痛いだけで済むというね、ユージ強靭な肉体をしてますよ。なんか自動販売機の作りがヘボい、いい加減だな、なんか。
なんかナイフみたいなやつ突っ込んできますね。公衆電話懐かしいな。まあ今もありますけどね、数は減ったけど。こんな黄色の公衆電話はないけどね緑だけどね。またこいつ味方か、こいつはあ、これ変えれるんですね、マシンガン。お、連打できる。ただそれだけあんまりいらないですねあ、いや、他には、あ、これ手榴弾があります。手榴弾、いやいや、いてたた、手榴弾役に立たねー。今なんか駐車禁止のマークがあったけどな。あ、港警察署、これ高と雄二が働いてる、働いてるというか場所ですね。高と賞金がかけられているみたいだぜ。いくらだ。安くはないさ。そう願いたいね。ウォンテッドみたいですね。ワンピースみたいな。1億税にぐらいかかってるんですかねなんかね、あの暴力団と抗争なんですね。銀星会という暴力団と争ってる。あ、いた、しゃがみ撃ちしてくるやついますね。これは手強いぞ。一気でゲームオーバーなのかな。どうなんでしょう。開いた、ハート取らないと。よし、やばい、やばいやばいやばい。ハート、ハート。ジャンプした時の着地がかっこいいですねこれ。開いた。あ、またこいつ味方なのか。腹立つわこいつ。開いた。そうか、喋りたいことがあればポーズすればいいんだよね。一旦ね、狙って撃つ。やばい、体力なくなってきた。ハート、ハート、ハートくれ。ほら、これたよく駐車禁止のマーク出てくるけどな。車に乗れるんすかね。あ、駐車、進入禁止か。スライディングのやつおるな。弾打ちながら進んだらなんかいいんじゃない。おお、なんかボスかこいつは。中ボス、これ2面目クリアなんすかね。よーし、息の根止めてやろうか。おや、セクシー王子だとは思えない過激なセリフだね。人生界では不死身の殺し屋を雇ったぜ。せいぜい気をつけな。死にセリフを、不死身の殺し屋、なんか海外マフィアみたいなやつ出てきましたね。白い服、こんな格好してて歩いたらもうなんだろう、すぐ目立ちますけどね。ハート、めっちゃ出てくるやん敵あ、いた、やばい、死ぬ、いてー、ダンゲル危険。このゲームね、一度だけプレイしたことあるんですよね、昔ね、あの動画でね。ファミコンクソゲー100選に選定ね、見事ノミネート選定させていただいております。このゲーム、なんでこんな F15 みたいなやつがおるの、ここに飛行機。あー、死んだ。コンティニュー、一気死んでしまいました。一気というか一気でゲームオーバーなのか。
もう1000本以上プレイしたね、私がクソゲーに選ばせていただきましたんでね、相当なこのゲームですよ、このゲームは多分このさらば危ないデカが映画公開されてなければね、二度とプレイしなかったかもしれないですねこのね、映画ファンにはね、このゲームはプレイしてほしくない原作がね、ちょっと崩されてしまうという。あ、トール出てきましたね。どうするんですか、これから。俺たちを狙っている殺し屋とやらに会いに行くか。元気でな、トール。いやだな、なんかもう会えないみたいじゃないですか。いい女探せよ、先輩あ、なにこれ、射撃場ですね。俺の実力が試されてるな。あ、外した。これ面白いね。クソゲートなんか言って申し訳ありません。面白いよ。なんかあの神に BB 弾当てたような効果音ですけどね、プチってなんか寂しい。あのモデルガンで公園で遊んだな、小学校の時ね。終わり？なんか遊び的なやつなんでしょうね。何がいいそれ以上言うことないですね開いた。でもなんか岩みたいなのが仕掛けられてます。あー、手榴弾食らった。うおー、なんでこいつ火炎放射器倒した。おー、手榴弾。あ、クリアしました。 OK、 これでステージ5クリアかな。俺たちでやれるのか。やるしかないだろう。ぜひね、皆さん危ないデカでね、あれで昭和のね、そのテレビドラマ、あの東映動画さんの、YouTube で検索していただければね、あの、おー、やばいやばいやばい、死んじゃうぞ。東映動画さんのね、あー、死んじゃった。あ、惜しかったな今。くっそー。これ6面クリアかな、7面かな。このしゃがめ打ちつって怖いね。あの東映動画さんでね、有料そのチャンネルありまして、で、あの1話ごとのね、有料100円とかでね、してますので、興味のある、もしくは懐かしむ方はね、見てみたらどうでしょうかね。若かりし頃のね、タチさんとかユージね、柴田恭兵さんのドラマが見れるようになっております。あ、やばいやばいやばい、こいつ体当たり嫌だな。これで6面、7面クリア。ほら、どこにいるんだ。知らんな。この火炎放射器のやつ、勇気かな。口を割らないならお前の頭を割ってみせようか。これちょっと小学生にはちょっときついかもね居所じゃないか、ほっとけタカ。北野の居所は分かっている。さあ行くぞ。
ちお茶目ですね、タカ。結構しゃがみ打ちで倒せるやつはね、倒せるんだけどね、あの下しゃがんで打ってくるやつは手強いね。なんかさらばその1月30日に公開される映画ですけどね、協力とか書いてあったんでね、多分ニュージーランドで撮影したんでしょうかね。なんでこれ、うわめっちゃ難しいやん。ここまでね時間かけて本格的にプレイしたの初めてなんでね。これ難しいな。おお、いけた。敵は出てこないけど、一番詰まったね。何これ、迷路みたいになってる。タカも助けてほしいな、ユージ。なんかね、ユージを操作したらタカが自動で動くとかだったら嬉しいのにね。おー、いた。あ、手榴弾結構効くわ。え、どっちだこれ、どっちだろうね。あ、こう回っていかないといけないんだね。いやー、どうせならこれクリアしたいね。ここまで来たら開けて、あ、誰か人質来たの。太陽とつるんでいたのは言わなくてもわかるだろう。本田警備局長か。あ、警察官本田。あ、その通りじゃん。なんてこったい。こいつを連れて県警に急がなければ。お、何これ。いやー、うわ、もうやばいやばいやばい。これ日産レパートですかね。違うね、緑。おお、目が痛い目が痛い目が痛い。あー、やばい、これゲームオーバーになっちゃうんじゃない。時間制ですねこれ。マジか、急げ。よくろよくろよくろ。あー、危ない。おっぶねー。残り8秒。なんだ今のゲームは。身内とやり合うのは嫌なもんだな。ああ、ホンダのバカ野郎が全て悪いんだ。何これ。こいつを撃つのか、ホンダ。なんだこのふざけたゲームは。え、当たってんじゃないの。当たってないの。顔面当たってるよ。よし、やっつけた。ホンダ、俺は迷子に踊らされていただけなんだ。もう撃つのはやめてくれ。タカ、もういいか。ああ、最後の大物を仕留めに行くか。え、ラスボス行くぜ。あ、まだか。やばい、ライフがないぞ。またなんか迷路になってるのか。なんだこの階段、階段登るんかな。
あ、上ボタンで登るみたいですね。あ、これ壁かよ。なんかおかしいなと思ったら、わかりにくいと思うんですけど、壁になってますね。危ない危ない。あ、これも壁か。なんか通れそうな色を変えてくれたらいいのにね、壁。参ったぜ。下回ってないよ。おー、ここまで来たらなんかクリアしたいな。あいたたた、やばいやばいやばい。残機ない、あるのかな。おー、オッケー、慎重に行こう。しかしこの無制限の弾数ね、うん、ルパン三世以来だねこれ。弾が無制限に持てるというありがたいよね。あ、ライフ発見。あそこまで生き残るんだ。よーし、回復。よーし、ちょっと回復、ちょっとだけ。あー、やばいやばいやばい。しゃがもうと思ったら階段に降りた。おい、やめてくれー、タッカー助けてくれー。おお、あ、これか、壁か。なんだよあいつら。めっちゃ飛んでるやん。なんか楽しいことあったん。なんかアイテム、あ、マシンガンゼロ、手榴弾意味ないしねこれ、このゲーム。さっき試してみたけど、あれ、まだか。なんかもう迷路みたいだね。ここは一体どこなんだ。日本国内か。避ける。このね、目で追える弾丸のスピードなんでね。なんだこれ、扉ありますね。ここなんか入るのかな。お、入った。ボスか。うおお、あー、うそ、うる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 、よし、やった。いよいよ前岡、あ、違う、前尾っていう人っていうことですね。前岡ではないよね。わかりにくいな。軽く行こうぜ。おら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 、よし、やった。銀星界かな、ここは。明日の晩は南の島で愛を語り合うか。え、ホモやった。とびきりいい女と。ああ、そういう意味ね。ビビらせないで。じゃあ俺は北国の女と愛を語り合うか、こたつの中で。高山大下事件。課長、冗談じゃないですよ。俺たち明日から久々の休暇なんですよ。悪いな、休暇を返上させて。先輩失礼します。通る、てめえ。捜査課の皆さん、お先に。あ、これエンディングなんじゃない？どこ行くんだ？ディスコよ、ディスコ。あ、浅野敦子さんじゃないですか、カオル。また検挙率アップを頼むぞ。大下、高山。生活変えてー。こんな仕事やめてやるんだ。
カオルさんのなんか写真ぐらい見たかったね。いやー、最後までありがとうございました。ショータイムっていうの忘れてたな。タチさんのね、ショータイム言うタイミング失った。なんかあの車のカーレースみたいなとこねありましたけど、あの有名なのは日産のレパードっていうね、洒落た車があるんですけど、ちょっと色が違ったな。あら、早っ、もう終わっちゃいましたね。いやー、ファミコンクソゲー100選も実況じゃないんですけどね、ひたすらクソゲーをプレイする、再生リストもありますので、よかったら見てみてください。でお会いしましょう。2016年1月30日公開、さらば危ないデカ、よかったら見に行ってください。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。